ラリー・ウォールは、プログラマ、言語学者、文筆家であり、1987年に、プログラミング言語パールを開発したことによって、知られている。また、プログラマの三大美徳を唱え始めたのも、ラリー・ウォールである。1976年にシアトル・パシフィック大学を卒業し、修士号を得ている。ユスネット用のソフト、RN を作成し、 ユニックスで最も広く使われているテキスト、差分適用プログラム、パッチを作り出した。エッグクックで2度優勝を収めている。1998年にはフリーソフトウェアへの貢献により、第1回フリーソフトウェア財団賞を受賞している。言語学を学んでおり、その経験がパールの作成とそれに関連した一連の著作に役立っている。表紙に、 ラクダの絵が描かれていることで有名であり、しばしばラクダ本と呼ばれる書、プログラミングパールの共同著者であり、この本はパールプログラマの聖典になっている。また、パールクックブックの編集にも関わっている。コンピュータ関連の出版物を数多く発行している、オライリーメディア社がウォールの著作物を出版している。現在もパールの発展に関わっており、 このプログラミング言語を開発したことから、優しい就寝の独裁者に任命されている。ありがとうございます。